なかね。さあ、てくれる人いるかな。見てくれる人がいるかしら。はや、オリリンさん、はや。こんばんは。すげえ早いな、皆さん。こんばんは。頭に猫かわいい。かずみさん、こんばんは。そうですね、ちょっとクリスマス加工にしたかったんですけどね、ちょっといいのなくて。猫の足、ありがとうございます。ベッカムさん、ありがとうございます。すいません。やった、かわいい。だってゆかさんかな。こんばんは。座ってるとこ初めて見た。だってマジっすか。ありがたいっすね。座ってる。かさみさんだ。みーさん、こんばんは。かすみんさん、こんばんは。メリークリスマス。ゆみちゃん、メリークリスマス。あ、リキナさん、ハート、ありがとうございます。あ、こんばんは。ありがとうございます。かすみんさん、こんばんは。皆さん、メリークリスマス。ゆみちゃんも言ってますよ、メリークリスマスって。おはるさん。おはるさんだ、こんばんは。ベッカムさん、メリークリスマス。なんか美女っぽいアイコンの人からコラボ来たけど。メリークリスマス、皆さん。お、すげえ、100人、イエーイ。いった。減ってるやん。ヘルニアンさん、クリチキ、ありがとうございます。みーちゃん、喧嘩しませんか。してません。猫3匹飼ってるんですか。はい、3匹飼ってます。これも含めて。サキイカさん。はい、ちょっと今日はね早いんですけど、ちょっと先にねちょっともうチュールあげちゃおうかなと思います。はい、ガー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 、ちょっとチュールかかった今。かみさん、ミミちゃんとノラくん、よいしょ、オッケー、ゴーゴーゴー、よいしょ、うい。こんばんは。ミミちゃん激しい。かわいいってきてるよ、ほら。ミミちゃんが食べ終わったらノラくんを上にあげよっかね。そうしよっかな。オッケー、はい、はい。あらくん、よいしょ、はい、よいしょ。ゆさぶろうさん、ありがとうございます。あれ、じゃあ、みみちゃんじゃないよ、のらくんだよ、のらくん、のらくん、今のダメだよ。みみちゃんが奪いに来たな。食器の向きを前やったな。すげえ、猫2匹映ってるな。ありがとうございます。ちょっと今のうちにちょっとチキン焼いてきます。チキン、よいしょ。あ、一瞬ベッカムさんかな、ありがとうございます。アチャさん、ありがとうございます。やばい。あ、ハート、ありがとうございます。メリクリスね、メリクリス。あらくん、モフモフのみの映像ありがとう。だって
よかったね。みちゃんとしてテレビ出たことあります？だって番組で見たことあるような、ないっすね。まだないっす。はい、プルル、今のプルルって言ってなかった？違った？ルサブローさん、クリチキありがとうございます。ちょっと今チキンオーブンで焼いてるんで食べます。ちょっと食べ終わったらいつもと同じ画角に戻そうかなと思ってます。ちょっとテーブルの上なんで来ないんだよな多分、野良くみみちゃんが。だ、申し訳ないんで、それは。ちょっとかすみんさん、ありがとうございます。チキンうまそうね。ちょっと食べたいからさ。メリークリスマス皆さん。あ、結構クリスマスでも見に来ていただけるんです。なんかね、そう、さっきね、レジャーシート敷いてやろうかと思うんですけど、飲み物がやっぱりこぼれちゃう可能性あるなと思って、それは怖いなと思ったんで。毎日、あ、もつ食べさんだ。毎日もつ鍋食べさん、ハートありがとうございます。メリークリスマス。これからご飯、ご飯メインはもうほぼ食べたんですよ。小腹が空いてる状態なんで、チキンを食べます。テーブル上がらない。いや、上がりますよ。さっき上げましたけど。固定はしないんで。タムさん、ありがとうございます。いつもすいません。紅茶無糖さん、メリークリスマス。すげえ、クリチキ10個。10個食いてえな、チキン。皆さん、クリスマスはチキンとかケーキとか食べるんでしょうか？ね。どうなんやろ。あ、おはるさん。ありがとうございます。チキン。ヨハの時間。いや、大丈夫。まだ終わってないですよ。これね、渋剣配信あるあるですよね。あ、もう終わっちゃいましたみたいな。もう5って言っちゃいましたみたいな。こんばんみ。あ、みさとさんかな。ありがとうございます。みさとさん、ハートミー。チキン昨日、あ、モスチキン。モスチキン言ってましたね。てか、めっちゃ人多くて、買えなかったんです、俺。並ぶ気なかったんで。これからだよね。そうです。これから。これからっすね。メリクリ。あ、焼けた。焼けたんで、ちょっと待って、まずは、ミミちゃんね。ミミちゃんが自分の分食べたら、あれね。はい、ちょっとチキン取ってくるから。はい、あ、ごめん、ハンドハート、タムさん、ありがとうございます。熱い。あ、食ったね。オッケーオッケー。はい、次野良くん、次野良くん、おいで。おい、よいしょ。はいはい、よいしょ。おい、ほら。いてい。攻撃された、ミミちゃんに。食べていいよ、野良くん。ミミちゃんに気遣ってんの？食べようね。ちょっと食べて。あ、パムさん、フィンガーありてます。この後僕もチキン食べて、次10個もいただいた。ありがとうございます。なんだっけ。この後僕がチキン食べて、で、僕がいろいろ食べ終わったら、ちょっと、いつもの体勢に戻ろうかなと思います。そうね、3匹の猫。猫の足、オリリンさん、アヤさん、ありがとうございます。ハートミー。いただきました。メリークリスマス。いつもの体、そうそう、落ち着いたらね。食べ終わったら。食器ペロ、あ、今のプルル？プルルカウント発動した？今日も1時間で終わっちゃうの。盛り上がってればやるかもしれないです。ちょっと自分の気分次第なんで、すいません。一旦これはちょっと置いといて。チキンいただきます。奈良くんかわいい。こんばんは。ゆかさん、こんばんは。
水飲んだら一気に現実になるな、これ。おはるさん、ありがとうございます。召し上がれだって。ピッコロ、そう、ピッコロのあのドラゴンボールスーパーの映画見に行ったやつのコップなんですけど、スーパーヒーローかな。いただきます。うん、うん、まあまあまあっすね。いや、あのオリジンっすね。皆さんがした半分ぐらい知らなかった。ひろみさん、こんばんは。うん、うん、500円ぐらいですね。安いんで、うん、よくあるあの味っすね。はい。野良くん、もうプルルカウンター4。マジっすか。クリスマスだねって来てますね、ひろみさん。猫たちが反応してる。そりゃそうっすよね。こんなん家で食べないじゃないですか、クリスマス以外で。僕クリスマスでもあんま食べないんで、配信だから食ってますもん、これ。配信なかったら食ってないですもん、これ。正直。うん、うん、うん、もうプルルカウンター5。チョモさん、こんばんは。これ配信見ながら食べてる人います？準備して意識高い系の人、冷めてる感じ。いや、さっきねチンしました。あのチンじゃねえ、なんだっけ、オーブン。はい、うん、あ、そうなんですね。ケーキ食べてる。あ、なるほど。へえ。うん、あ、食べてますだって。本人が冷めてるだって。あ、そういうことか。クリスマスだけどみたいなこと。うん、うん、うん。柔らかいですね。柔らかいです。さすがオリジンだな。うん、なんかご飯食べながら配信するの初めてなんで、うん、いいっすね。焼き鳥食べた。タレがよくあるあの味付けっすね。はい、うん、チキンカレー食べた。マジっすか。ああ、いいっすね。うん、まあまあっすね。いや、多分諦めましたね、モラクミミちゃんは。はい、猫カフェとかIQ 下がる。オフ会のやつかな、動画っすかね。うん、まあまあ失礼。いや、オリジンは僕好きなものがあって、あの揚げ餃子と、あと麻婆豆腐とこ、あとね、なんだっけ、レバニラ炒め大好きなんですよ。でオリジン僕めちゃくちゃヘビーユーザーなんで、そうっすね、好きなんですよね。
あこの持つところをね、食べるか否かが結構あれですよね、分かれますよね。うん、悪くない。オリジンはあのね、アジフライ今売ってないんだよな。再開してほしいんだけどな、オリジン。うん。うん。うん。ひろみさん、猫の足、ありがとうございます、10個も。いや、これ、オリジンの人、腕上げましたね、はい。企業努力。なかなかやるな。あちゃさん、オリジンさん猫の足、クロさん、ありがとうございます。やば。ちょっとやっぱタレがね、いいっすね。ひろみさん、すげえ、クリスマスチキン、うん、チキン食べ終わったんでケーキ食べます。あ、買っちゃいました。あのレアチーズケーキ売ってなくて。そう、ちゃんたさん、こんばんは。はい、買いましたよ。なんかチキンだけだとすぐ終わっちゃうんで。あ、これあれじゃない、蓋にくっついてるパターンじゃない。あ、ちゃんたさん、ありがとうございます、猫の足10個。蓋にくっついてるパターンじゃない、これ。ほら。あ、これ大丈夫かな。 YSK さん、ありがとうございます。降りてくるかな、これ。なんかリップクリームでこの状態ありません？あ、降りておいた。うわ、なんかめっちゃマジかよ。なんかリップクリームみたいな感じになってた。え、これ何？どうやって取んの、これ。え、俺ケーキ食べ慣れてないからな、ほんまに。普段食べないんですよ、ケーキ。ほんとにレアチーズしか食べないから。え？え、どうやって取るん、これ。え、何これ、このベローンのやつ。ちょっと待って、これどうやって取んの、これ。え、なんかないで、線みたいなやつ。嘘やん、これ。え？え、マジで分からないけど。え、なくない？え、そんなことある？え、どうやって取るんこれ、マジで。いや、ちょっと、マジで、ちょ、これ何、助けてよ、これ。え、めっちゃもう手汚くなってるし、最悪だよ。あるはず、嘘。いや、分かる、どこにもないけどな。くちゃくちゃ、いや、もうくちゃくちゃやで、これ。やばない？ちょっと待って。これ大丈夫な、これ。ハサミ、いや、ハサミね、ハサミがベトベトになるでしょ、それが嫌だな、ちょっと。いや、何が正解やったの、これ。もうほんまに分からへんわ。うわー、すごっ。何も、もう、いや、わからない。全くわからない。ケーキ食べ慣れてないから、本当にわかんない。あー、すごっ。あ、よかった。ベッタベタ、ベッタベタ。よかった、ウェットティッシュ準備しといて。よかった。マジで。まず、ね、
まずこっちから行こうか。スポンジがあんまり得意じゃないんですよ、実は。だからケーキ食べないんですよ。だからレアチーズ好きなんですよ。はい。こんな、僕の、あの、クリームの方が好きで、めっちゃ。うん。おいしい。うまいっす。これやっぱクリームの方が好きっすね。スポンジマジで最小限でいいタイプなんですよ。だカステラとかもあんま好きじゃなくて、クッキーも別にそんな好きじゃないんですよ。ビスケット派なんですよ、クッキーやったら。まゆみさん、ありがとうございます。うん。あ、でもうまい、クリーム。うん。女の子みたいだって。この加工がすごいですもん、この猫のエフェクトの。はい。タルト。タルトはね、わかんないです。まあまあっすね。あ、でもこれちょっとスポンジ少なめかも。あの、ショートケーキより、あの普通のなんかよくあるやつよりは。ちょっとほら、クリーム多めじゃないですか、めっちゃ。嬉しいかも。うん。あ、パーカーの色が女の子か。いいかも。うん。あ、これなら俺いける。このストロベリーソースみたいなやつが美味しい。これがあるから味濃いくて、スポンジの部分もカバーできる。うん。あ、ドリンクね。どこのケーキ？いや、普通にスーパーで買ったやつ。はい。なんかもう並ぶ気なくて、だからなんだっけ、まあ、ケーキとかモスもそうなんだけど、なんか最寄り駅のケーキ屋さんとか並んでて、はい、ぐちゃぐちゃやんって。何飲んでるんですか？お茶っすね。お茶が一番っす。はい。そう、スポンジ多くなっちゃった。うん。うまっ。うんうん。いいっすね、これ。美味しそうっす。うん。うん。こんばんは、だって。オリエンさん、ニコの足ありがとうございます。いいっすね。皆さんもケーキ食べよう、だって。ね。食べてます、皆さん。せいさん、ありがとうございます、猫耳。こんばんは。五郎さん、うん、これ食べたら僕結構早食いなんですよ。あ、頑固さん、まあ、チキンとケーキ、いや、僕、あ、売り切れてました。まゆみだよさん、ありがとうございます。猫用ケーキね、なんか事前に注文しなきゃダメだったっすね。だからもう無理やと思って、今配信来た人には申し訳ないですけど、さっきね、チュールをあげました、2本。そう、さっき家で焼肉して焼肉食ってからチキン食いましたんで、足ります、全然。もうご飯も大盛り食ったんで、さっき。はい。うん。チャーハン、ケーキ高すぎて買えない。ああ、なるほど、確かに。あの、卵系が全部高騰してますもんね。だから、そういう、なんかね、お菓子とかも全部ね、高くなってますよね。ゆうかさん、ありがとうございます。うん。ちょっとこれ食べ終わったら、また猫ちゃんのご飯タイムにして、その間にこれ片付けて、
いつもの位置に戻しますね。ホールケーキ5つ、ああなるほど。その大きさだと1500円ぐらい、いやわかんないです。あ、でもそれぐらいだったかな。はい、うん、今は渋君さんがご飯の時間だ。ほんとそうっすね。ゆこびんさん、ありがとうございます。うん、なるほど。やべ、最初にクリームを取りすぎて、ちょっとスポンジ苦手な俺からしたらちょっとちょっときつくなってきたな、これやばい。最初にクリーム取りすぎた、しまった。やべ、スポンジが結構多く残ってるぞ、やばいな。いやー、うわ、めっちゃほぼスポンジやこれ、やべ。こんばんは、仕事帰りに楽しんでます。だっていや俺もあんまケーキ食べなくて、普段だから食べ慣れてないんですよね、マジで。俺ケーキやったらやっぱ完全にアイスクリーム派なんで、うん、ケーキ買うの忘れた。食べ慣れてないのかな。あ、フォローしてもらった、ありがとうございます。うん、ケーキアイスあるじゃないですか。 そんなの あんのかな。ピッコロさん、そうっすね。ドラゴンボールやったら僕ピッコロ好きなんで、はい、ピッコロっすね。サーティワンのケーキアイス、サーティワン、ごめんなさい、サーティワンはもうポッピングシャワーと小豆なんですよね。はい、一択、もうその二択しかなくて。はい、ポッピングシャワーマジうまくないですか？俺大好きあれ。あの食感は発明だと思うんだよな。はい。めっちゃうまいっすよね、小豆、なおさん。あ、クリスマスチキン、ありがとうございます。ノラ君もピッコロさん好きですよね。そう。よく覚えてましたね。動画で出してますもんね、一応ね。はい、あ、もちろん全部食べますよ。ミミちゃんが寄ってきた。何お前だけケーキ食うてんねんって多分怒ってます。やっぱ加工なしだと目が小豆みたいになってますね。オレレンさん、ありがとうございます。そうです、お茶っすね。うん、なんかご飯食べるときに何やったっけ、あのたまに食べ放題とかビュッフェとか行くとメロンソーダとか飲みがちじゃないですか。で、メロンソーダめちゃくちゃうまいんですけど、なんかちょっとずっとメロンソーダとか飲んでると気分悪くなってくるんですよね。そう、お茶とかの方がご飯食べるときはいいっすね、やっぱ。はい、ゆうきさん、クリスマス前にインフルエンザかった、マジっすか。ごちそうさまでした。ちょっと片付けたいんで、あー食ったな、食べましたね結構。はい、美味しゅうございました。オリジンのでもチキンもね、普通に安いし、あれで500円はね安いわ、いいっすねっていうね、ちょっとフォローもしておきました。はい、人が食べてるのを見るの好きだって。あ、本当っすか。あ、そういうなんかあれなんですね。なんていうんですか、そのフェチというか。うん。あー、
うまかった。ちょっとクリスマスっぽい感じになったかな、配信的には。ちょっと今からこれ片付けたいんで、ちょっとの間猫ちゃんたちにつないでもらおうかなと思います。ね、よいしょ。あ、やべ、危ねえ、倒れちゃう。メリークリスマス、おはるさん。なんだっけ、あれ、そっか、渋健さんとクリスマスしたみたい。ガーシーガーガーガーシーガンザーガーシーガンザーガーシーガンザー。よいしょよいしょ。待ってね、半分ずつね、これウェットね。ジュンさんありがとうございます。マリオさんハートありがとうございます。バラもありがとうございます。ちょっとこれちょっと今からちょっと片付けるんで、マリオさんありがとうございます。ちょっとその間ちょっと猫ちゃんたちもちょっとね。すげえ、ほらいけ、よいしょよいしょ。うわ、すげえ、ミミちゃん加えていったわ。すごすごいな。おい、トラックって来てるよ。タムさんありがとうございます。ちょっと片付けちゃうんで読めなくて申し訳ないですけど。よいしょ。よいしょ。やべえ。よいしょ。うい。よいしょ。よいしょ。あ、やべ。おい、おめおめ。すげえな。メリークリスマス。メリークリス。うわ。ミミちゃん。ミミちゃん。メリークリスマス。食器がまさか。よいしょ。えい。うん。よいしょ。落としちゃった。これで見えるかな。こんな感じ。よいしょ。オッケー。あ。フルール聞きたいだって。落とし食器をね、落としちゃった。
そう、1ギメセット、あ、今日誕生日だって、おめでとうございます。もう歌っちゃいましたか。ね、さっきねめっちゃ変な感じで歌っちゃった、いっぱい。今日はミミちゃんが食器をペロペロしてる、ごめんね、指定だって。まるくん、なおたんさんにお誕生日おめでとうって来てますよ。ひろさん、こんばんは、ありがとうございます。すごいな、はやっちだって。皆さんメリークリスマス。今あれですね、途中から入ってきた人に説明すると、今ケーキ食べてチキンも食べちゃいましたと。まゆみだよさん、かおりさん、ありがとうございます。ソフトクリーム5本もいただいて、オリンさん、ありがとうございます。ゆきさんも誕生日おめでとうございます、メリークリス。いやー、サンタのエフェクトでいいのがなかなかなかったんで、ちょっと猫ちゃんのエフェクトにしちゃいました今日はね。なんかちょっと盛りすぎて、ちょっとなんかあれですよね。変な感じになってますよね、ちょっとね。メリクリって感じ。あ、エフェクト可愛いだったやつ、ありがとうございます。猫だらけ、にゃんだらけっすね。唇が赤い、や、ほんとこれなんか勝手にそのエフェクトになっちゃうんで、あ、違う、勝手に加工になっちゃうんで、その、はい、そうっすね。メリークリスマス皆さん。皆さんは自宅かな、自宅から見てるんですかね、どうなんだろう、聞きたいな。しかしね、自宅からっすか。花火ありがとうございます。ベッカムさん、ありがとうございます。ミーユーさん、ありがとうございます。ハートミー、ありがとうございます。ありがとうございます。ペロペロ、ノラくんペロペロ。あ、また今日も紅茶さんはあれか、自宅だってバリバリ自宅一人。ノラくん、私も隣に猫がいますだって。あ、自宅、なるほどなるほど、可愛いって来てるよ。スヌーピーさん、自宅、まあ自宅いいっすよね。やっぱね、あったかいとこで過ごした方がいいっす、絶対。マジ風邪ひきますからね。かさみさん、今日は自宅。おはるさん、ありがとうございます。なんか喋ってた今。いやーでもね、今日は天気良かった、雪も溶けてくるって。プルルル、もう5回目ぐらい今日、結構早かったもんな。プルルル、なるくん、あ、来た、だってタムさん、ありがとうございます。仕事帰りにめちゃ喧嘩し、クリスマスに喧嘩したくないよね。ハーチさんだ、ハートありがとうございます。ガージャーガーナジガンバーガーナジガンガー、カルピスさん、ありがとうございます。よいしょ、
白い。ありがとうございます。タムさん10個ありがとうございます。オリリンさんありがとうございます。あれ野良くん取られた。マジ取られてた野良くん。え、結構食べてから、それとも序盤で。プルル、マジかよ。ゆみちゃんほら、あ、先に食べてから自分のペロペロしたな。ほら、みーちゃん。ほら、言ってるよ、ほら。うん、僕のはってなってるやん。まあ、あとね、モンプチを一袋あるんで、それをちょっと後であげます。またタイミング見てて。突然。もう最近突然あげてるんで、もう。こんばんは。トメイトさん、いやーでもねすごい、いや結構さっきのケーキボリュームあったな。やっぱオリリンさん猫の足、イカさんこんばんは。いやメリークリスマスですね、ほんとね。結構クリスマスでも見てくれる人はいらっしゃるんですね、やっぱね。ありがたいな。なんか俺めっちゃ少ないんかなと思ってたんですよ。そう、よかった。なんかだからインスタのストーリーでも告知しちゃったんですけど、山ちゃんさんありがとうございます。メリクリです。お、すげえ雪だるま、ありがとうございます。仕事です。あー癒しね。あ、楽しみにしてくれてました。だってクリぼっち万歳。別に万歳は別にせんでも。うん、お仕事中、あ、お仕事中、タムさんそうなんですね、お仕事中なんですね。ケーキ食べきりました。あ、はい、全然余裕でしたね。さっき焼肉家でちょっとなんだっけやって、ご飯大盛りにして食っちゃいました。修元さんの頭に猫ちゃん乗ってる。そう、なんかねサンタのエフェクトにしたかったんですけど、いいのがなくて、トナカイはこの間やったからちょっと猫ちゃんしました。あちゃさん、そう、でもこれやると結構なんか加工しまくりみたいな感じのエフェクトなんで。ターコさん、あ、チキン食べました、さっき。はい、さっきチキン食べてからケーキ食べるっていう配信やってて、そうですね、もう今に至ります。今やっと片付け終わっていつものポーズになりました。はい、さっきねでもちょっと予想外のこと一個あって、座って配信してたんですよ、ずっと。いつもと違うじゃないですか。でちょっと床寒かったんで、冷たかったんで床暖ないんで、あの足がしびれちゃって、ゴミ捨てるのにちょっと予想以上に時間かかった。あ、勉強中、すごっ。学生さんなんかな。チキン食べないで、ヒレ、あ、カツヤのヒレカツ。おはるさん、ありがとうございます。元気だし。あ、今来た。もうね、8時過ぎに食べ始めて、さっきチキンとケーキ食べちゃった。結構みんなね、あの、見ながら食べてくれてて、コメントとかで今、なんか、お菓子食べながらとか、ケーキ食べながら見てますとか、くれてましたね、コメントね。嬉しかったな。ガーンって言ってる。ね、さっき食ってたよね、皆さんね、チキンね。アキさん、こんばんは。ごめん、アキさん前も聞いたかも。あれ、ハーチさんもあれなんだけど、ファンマークつけてくださってる、もしかして。前からだったらごめんね。うん、
なんかクリスマスの方が人多い気するな。気のせいか。いつもこんな感じだったっけ。タコさんはもちろん分かってます。あ、前にも言った。あ、全然抜けていただいても全然、はい。大丈夫っすよ。あ、つけてます、だって。ありがとうございます。あっちさん。よかった。前も聞いたか、俺、あきさんに。失礼しました。半分は猫と音符と野良猫に遭遇したけど逃げられた。ちょっと今のかわしましたからね。言わそうとしてるからな。二度目やな。二度目ましてですねとか言うよね。なんか初めましてって言ったら、いや、二度目ましてですけどね、みたいな。うん、いますね。あとモンプチが一個あるから、モンプチあげよっかね。あかりさん、ありがとうございます。ハートミー、ありがとうございます。ガー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 、野良くんおいで。ゴー、さっき食べられちゃったから野良くん多めにあげたい。ほら待って、ほら野良くんおいで。野良くんおいで。ほら、おい、ちょ、こ、こ、ちょ、こ、ちょ、こ、ちょ、はい、よいしょ、ういはい、ミミちゃん欲張りってきてる、ほら、お、こうね、ほらほら、オッケー。で、この後よかった。ね。まあ、モンプチはね、野良耳ファンの方からいただいたんで、オフ会でね、本当にありがとうございましたって感じ。まだ、もうちょっとだけ、野良耳のプレゼント系は残ってんのかな。タムさん、フィンガーハート、ありがとうございます。すげえ、10個も、すげえ。しぶけさん頭から猫ちゃん、そうっすよ。やっぱでもクリスマスだからあれかな。ひろみさん、ソフトクリーム、あきさん、ありがとうございます。ハート出ちゃって。奈良くん、ポン、ひげ、あ、ほんとだ、ひげもあるわ。タナコさん、クリチキ、ミーさん、ハート、ありがとうございます。いやー、メリークリスマスですね。はい、あ、フォローしてもらってる。ぜひね、たまに加工外れる時あるんで、一気に現実に戻るんで、はい。フォローしてない方はぜひしていただきたいですね。ヒロミさん、ありがとうございます。リスト松ぼっくり5個、すげえ。いやでも結構あれだな、チキンやっぱ皆さん買ってましたね。オリジン行ったと。あやさん、クリチキ、ありがとうございます。ファミチキで済ます人もいるのかな、やっぱ。ね、並ぶもんな、やっぱな、他のとこだとな。俺並びたくないんですよね、寒いし。そこまでしてじゃないからな、別に。クリスマス、クリスマスで、でもなんか、あ、いる。クリスマスでなんか、ファンマつけたくて名前変えようと思ったら変えられなかったってこと。なんかあれだったっけ、期間みたいな決まってたっけ。ローソンのチキン。ローチキね。うん、ローソン最近行ってないな、そういえば。
さんチキン。野良くん。あ、一週間帰れないのか。ってことは一週間以内で変えたことがあるってことですよね、多分ね。ってことですもんね。そういうことですよね。ホットケーキ食べに行ったんでチキン我慢しました。そうなんだ。すげえな。ハーチさん、猫の足。ありがとうございます。イエーイ。クリスマス、いや今日でも俺ね残業したんすよね。マジかと思って、そう、そんなに長いこと名前変えられないっていう、うん、まあまあまあ、そうだよな、いろいろね規約ありますからね。いやクリスマスに残業すると思わんかったな。まあ言っても30分とかなんでね。早く行くことはたまに あるんですよ、僕。業務上、なんか、30分とか1時間ぐらい早く行くときあるんですけど。それは別に全然平気なんですよ。割と残るのは結構ね。うん。もう1時間。テレワークしながら見てるだって。すごいね。テレワークできる人って本当、羨ましいとは思うんですけど、やっぱり自分にはそのスキルがないから、やっぱすごいなって思いますね。テレワークできるってことは、やっぱりある程度スキルがある人ですよね、絶対。すげえ、あ、さっきのトメイトさんかな。ギフトありがとうございます。クリチケ。美容室で見てるタコさん。マジ？すげえ。チーネコさん、ハートありがとうございます。美容室で配信見ながら切られるの、オッケーな。あ、そうなんや。俺、知らんかった。残業だって。誰っすかこれってな感じでしょう。なんか、加工してるからなんか、売れないホストみたいな感じの美容師すげえ。俺髪切られてる時にめっちゃなんていうのかな、気にしちゃってなんか携帯とか見れないんですよね。221人番目のメンバーだって。いやありがたいですね。そんなエフェクトあるんだって言ってました。結構女の子がやってるかな、このエフェクト。はい。家族で焼き鳥屋、あ、ゴロちゃんさん、焼き鳥屋いいね。あ、自分も携帯いじんない。あ、にゃーだから。にゃーにゃーにゃーだから。うん。なんだっけ今何の話？あ、焼き鳥か。家族で焼き鳥。バラどうも、ありがとうございます。焼き鳥大吉ってめちゃくちゃ見るんやけど、一回も入ったことないな、俺。今後入ることあるんかな？焼き鳥大吉。めっちゃ見るんやけどな。子供の頃からずっと。一回も入ったことない、でも。神戸でもあったし、東京来てもあるんですけど、一回も入ったことないな。焼き鳥大吉。こそこそいじってた。大吉、あ、美味しいんだ。行く機会がないな、全然。マジで。なんかね、美容院とかで携帯をなんか俺、なんていうのかな。あんまこう自由にできないんですよ。なんか今やっていいのかなとか、めっちゃ気にしちゃうタイプ。でもね、全然、多分もう結構常連さんなんじゃないですかね。その、進めるってことは。ね。ターコさんがだいぶ
常連さんでみたいなことなんじゃないかな、ほんまに。タムさん、猫の足すげえ10個。ホリリンさん、ありがとうございます。ミミちゃん、ミミちゃん、クリスマスは？みーちゃん、メリークリスマス。みーちゃん、みーちゃん、メリークリスマス。みーちゃん、メリークリスマス。怒られてましたね、ちょっとね。すげえ、タムさん、ありがとうございます。いやークリスマスやな。そっか、クリスマスでもあれか、なかなかね。えみちゃん、どうしたの？もうね、これ終わったらもう年末やからな、もう暇すぎて早く。あ、眠すぎて、ごめん、間違えました。いや、俺も今日ね、結構睡魔がやばくて、やばかったな、今日。お昼休みずっと寝、もう寝、ね、なんか寝てましたわ。昼休みずっと寝てた。大掃除、あー。俺大掃除しないからな。普通の、あれっすね。眠いだって。あ、ちひろさんこんばんは。ちひねこさん、ありがとうございます。あ、もうチキン食べて、ケーキも食っちゃいました。ケーキも食べて、猫ちゃんたちにもかなり多めにお菓子あげちゃいました。カリカリもあげよっかな。ね、この際やからね。なんか今日は多めにあげたくて、猫ちゃんたちにね。あと5日で今年も終わりだって。あ、メタクリさん。間に合った。カウントダウンも、ああ、わかんないな。そう、あ、そう、ね、おとつ言ったんですけど、ちょっと日曜日配信を基本的には やらないっていう方向にしたんですよね。だから、プロフィールに平日だいたい毎日配信って書いてて、今。そう。ちょっと来週の日曜日、あ、今週か、今週の日曜日ちょっとやるかわかんないです。そもそも起きてんのかな、俺、カウントダウンの時。ここ数年で起きてたことがないんですよ。カウントダウンの瞬間もう寝てますからね、俺も。10時ぐらいに寝てますんで。そう。基本的に平日は配信するんですけど、今日とかもね。ただ、土日とかはちょっとできないことが多いから、先週も確かやってないんで、先々週もか。忘年会とかもあったし。そうなんですよね。うん、まあ、やっぱり土日はちょっとね、8時から多分できないことが多いんで、山ちゃんさん、ありがとうございます。カウントダウンってなんかワクワクしません？ああ。これね、世代的に多分わからない人が多いかもしれないんですけど、昔電波少年が、大晦日の特番でやってたんですよ。で、その時に、なんかカウントダウンやってて、で、僕、カウントダウンの瞬間、テレビをザッピングするんですよ。10、9、8、7ってやってる時に、4チャンネル、5チャンネル、6チャンネルってやるんですよ。そしたら、電波少年のとこだけ、なんか、時間が早くて、あれってなって、で、後から聞いてたんですけど、なんか、放送事故みたいな、だった
らしくて時間間違えてたみたいなえーみたいな。で僕それいち早く気づいてましたからね。そんなことあるんやと思って、テレビでカウントダウンの時間間違えるみたいな。電波少年だけめっちゃなんか早かったんですよね。他局がどこもカウントダウンしてない時にもうカウントダウン やっててハッピーニューイヤーって言ってた記憶がある、あるんやけど。昔あったんよなそれ。まあどっちでもええけど、もしかしたらライハ少年かもしれないけど。ケンタッキー食べたん？ケンタッキーはね、食べてないっす。パーティーさん、電波少年懐かしいだって。俺、検証生活好きだったんですよね。あの、あれだっけ、ナスビさんの。電波少年ね。懐かしいって来てる。懐かしいって方は多分世代が僕より上かな。はい、見てました。だって懐かしい。悲しいがな、悲しいがな、悲しいがな。いてて唐突唐突よ。ちょっとよいしょ、おいでよいしょ。あ、やべ、やってもた。これ多いねんな、もうもうこれ多いわ。よいしょ、ハムさん、ありがとうございます。いや、切れたんですけど、あの、あれ、なんていうの、なんていうかな、中身に到達してないんですよ。あかりさん、ありがとうございます。ほらごめんなさい、なんかくれてたら申し訳ないけど。うい、ゆみちゃん、ほらゆみちゃん、ほら、よ、横取りしないの。バサさん、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。振り回してるだって。ほら、ゆみちゃん、ゆみちゃん、ほら、奈良くん、ほら、奈良くん、ダメだ、ほら。醤油、ひろみさん、ありがとうございます。ありますよね、なんかあの切ったんだけど出ないパターンのやつ。なんか取っ手の部分だけ切れてまう時があるんですよ、僕。うん、チュールの反応良すぎる。だって猫足、ありがとうございます。もういない、野良くんがいてくれればいいかな。野良くん、あれ、これクマさんでいいのかな。クマさんでいいの？猫の足。ありがとうございます。ノラくんにスイッチ買ってあげた。スイッチっていくらぐらいするのかな？綺麗綺麗。あ、クマさん。あざます。ノラくんもクマみたい。野良くん耳テディベアみたいじゃないですか。頑固さん、ありがとうございます。やば、もう9時になっちゃった。今日は早かったな。ミーさん、ライブ初めて。あ、じゃあいつも見ていただいてるんですかね。初めましてんのかな。
早いっすね。野良くん、ここ空いてるで。野良くん、ここ空いてるで。ミミちゃん、そっちでかゆぽよしてますか。かゆぽよ、今ね、なめぽよしてますね。髪の毛サラサラだって。ありがとうございます。もうあのコンディショナーしちゃったんで。 M1 ミミちゃんの予想当たりましただって。ああ、そうなんですよ。今日ね、それを動画にしようか迷ったんですよね。でもいやー、どうしよっかなと思ってやめました。あ、動画見てくれてたんですね、クラゲさん。ああね、こんばんは、初見ですだって。え、でもまだ多分クラゲさんラストイヤーじゃないっすよね、多分。多分ラストイヤーじゃないと思うから大丈夫だと思うんだけどな。ご飯食べたらすぐいなくなっちゃう、いつもそうなんですよね。ノラくんは戻ってくんだけどな。あ、みーさん、バラありがとうございます。今日も可愛くて癒されるトリオを見られて幸せだって。いや、みみちゃんはやっぱね、さすがでしたね。結構ね、夏ぐらいから言ってましたからね。今年は令和ロマン来るでって言ってました、みみちゃん。将来本業辞めて猫 TikToker で。ハーチさん、ありがとうございます。みーさんも。あー、まあできれば。はい、収入が大きくなれば。ゆうかさん、フィンガー、ありがとうございます。野良くんがみーちゃんに話しかけてる。令和ロマンさん、面白かったですだってね。有馬記念より予想むずい。そうなんや。俺競馬とか、俺あれなんですよ、ギャンブルやったことなくて、俺マジ世間知らずなんですよね。競馬、競艇、なんだっけ、パチンコ、あとなんだろう、スロットやったことない。ナイス、マジで分かんない。ほんまトイレ目的でなんか入ったことしかない。やったことない。だからどういう仕組みなんかも全く分かってなくて、多分買い方が分かんない。あの宝くじもやったことないです、俺。宝くじ買い方が分かんない。一回おかんに買ってきてって言われたんですよ。 OK っつって言って、あれどうやって買うんやろうと思って、わからんくて、買い方が。なんか機械で選んでいいですかって言われて、はいっつって買ってもらった記憶があるな、うん。ボート大好き。やらない方がいいだって。でも俺多分ハマらないと思うんですよね、多分。性格上。うん。酒タバコもしないんだって。うん。なんかもったいないって感じちゃうと思うんですよね、多分。結構僕あのケチなんで。はい、お酒飲まないんですかって。いや、付き合いで飲むことありますね。でも味好きで家にお酒あるとか、お店行ったら飲むとかっていうわけじゃないですね、全然。酒タバコやりませんだって。あー、うーん、なんかお酒って別に飲んでもいいし、別になんかお酒好きって言われても別にイメージ悪くなんないじゃないですか。タバコってでもなんで隠すんすかね、みんな。結構特に女性に多いかな、あれって。なんでイメージ下がるんかなって思っちゃうんですよね、俺。体に悪いって別にお酒もそんなに変わらんやろうし、匂い的な問題ってこと？
タバコ禁止しますか。いや、めっちゃヘビースモーカーとかじゃない限りめっちゃ吸うやんみたいな、もう吸わないとやばいみたいな人いるじゃないですか。そういう人じゃなければ、うん、例えば別に何だろう、猫ちゃんから遠いところで換気扇のとこで吸ってもらえば別にって感じかな。あ、やっぱ他の人にも迷惑かかる。なるほどね。まあそっか、そういうことか。女性の方が多いというか、まあそれぐらいになってきてるってことか。そうですね。だからまあ猫ちゃんと遠いところでまあ換気扇とかで、別に吸っちゃいけないってことはないと思うんで、近くとかでね、やらなければって感じですね。アイコスとか、うん、喫煙者の女の子に優しいまあでもどうしてもなんか道とかでやっぱ吸い殻とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。まあ電子タバコとか全然僕は割と寛容な方ですね。そこのマナーさえちゃんとしてれば別に何にも思わないタイプかな。やっぱりその吸う側の人のモラルによりません？あんまりなんかそんなに別に気にしたことはないですね。はい。全くないな。ああ、まあね、周りに害が出るのはタバコ。なるほどね。お酒飲んでても別にね、まあ、めちゃくちゃ酔っ払わない限りは別に迷惑かけないですもんね。まあそこか。バスケしてたらタバコ吸えない。ああ。結構ね、そうっすよね。スラムダンクでもミッチーが不良の時期も、俺はタバコ吸わなかったんだけどなって言ってましたもんね。体力なくした時に。そう、なんか俺、今、科学的に証明されてるのかどうか知らないんですけど、僕が中学ぐらいの時、今からもう20年ぐらい前は、なんかタバコ吸うと身長が止まるみたいな、なんかこう言われてたというか、まあ、それが本当かどうかは分かんないですけど、で僕身長伸ばしたかったんで、身長止まるの嫌やなと思ったんで吸わなかったんですよ、っていうだけの話なんですよね、うん、これって科学的にももう証明されてんのかな、うん、あ、マリオさんメリークリスマスでしたありがとうございました。身長高い女の子ってどうですか。全然めっちゃいいっすね。俺スタイルいい人好きっすよ。僕は身長177センチです。マリオさん、おやすみなさい。いや、でも180欲しかったっすね。コーラ飲んだら骨飛ぶ。いや、それは信じてない。牛乳飲んだら背が伸びるは、なんか、信じてました。けど、まあ、実際はなんか骨を作るみたいな方ですよね、確かね。伸びるとかじゃないですよね。今でもなんかそういうのありますよね。身長を伸ばせる、なんか、なんていうの、整体じゃないですけど、なんか。177っすね。最近猫ちゃん来ないんですよね。ここに。多分暖房切ったら来るんだよな。でもね、なんだろう。僕バスケやってるんですけど、結構ね、よかった高くてだって結構ビッグマンみたいな人にたまにつかされるんでね、それが嫌なんですよねなんで俺が190ぐらいの人につかなあかんねんとかたまに会うんであれマジできついな。私、あ、クマさんバスケやってたの？
え、クマさん、あれ、おいくつですか？若いのかな？トリリンさん、ありがとうございます。ユミちゃん、上から見下ろしてる。そうっすね。23歳、テニスはね、やってないな。ありがとうございます、チョコレート。あ、でも小学校の時1年だけ卓球やってたな。あの、クラブ活動っていうのがあったんですけど。エリさん。あ、通信状況悪かった。中高6年やって。俺もやってました、中高6年。で、今、4チームぐらい行ってますよ。4チーム、5チームぐらい行ってんのかな、多くて。いや、でね、もう、先週の土曜日に僕、バスケ納めしちゃってるんですよね。こっから1月の1週目か2週目までちょっとずっとバスケできないんで、体重気をつけないとな。マジで。マジで太りたくないんですよね。体重を操作してたんで、ちょっと、体重をそこで制限してましたんでね、僕。太らんように。まあ、ちなみにね、ミミちゃんもミニバス経験者なんで、はい。みーちゃんポイントガードやってましたからね。はい。やってましたね。まあ、ノラ君はベンチウォーマーでしたね。背が低いイメージ。あ、そうなんだ。俺、背が低いと思われたんだ。みーちゃん、かっこいいって来てる。みーちゃん、はい、ミニバス経験者です、みーちゃん。みーちゃん足速そう。そうっすよ。速いっすね。ミニバスしかしたことない。うん、僕はミニバスやってなかったっすね。うん、バスケのルール高い。みーちゃん、そう、高いとこいますね。みーちゃん。奈良くんはマネージャーやってそうだって。野田くんはちょっとね、ドリブルがちょっとね、なかなか、下手っぴなんで、ね。ゴール下もたまに外しちゃうっていうね。いや、でも皆さんはあれかな、なんか、クリスマス的なことをやったんかな、うん、さっきの、なんか、ゴール下外して、ミミちゃんに怒られる。ノラ君のドリブルみたい。チキン食べ終わりました、アズさん。チキン食べ終わって、その後ケーキ食べて、片付けて、みたいな。今日猫にね、もう、配信だけでも4、5回ぐらいあげてる気する。クリスマスだけど普通の。あ、ケンチキね。なるほど。ケンタッキーいいっすね。俺近くにないんで、ケンタッキー買えないんですよ。そう。わざわざ行かなきゃならんなってなるんで。900円食べました。900円。いや、猫にチキンはあげないですよ。あ、でもウェットでなんかそういうチキンみたいな、あるな。ケンタッキーとか、あとモスチキンっていう人が多かったかな。近くに欲しい。確かに。俺もそうかな。てか、ケンタッキーはあんま食べたことないんですよね。生まれてからずっとケンタッキーが近くにないですよ、俺。マジで。本当に。通勤、通学路にないんだよ、絶対。家の近くに全くないからな。マックはあるのにな。コンビニのチキンね。ああ。ファミチキたまに食うかな、俺。今日実家でケンタッキー食べ、いいな。ケンタッキーいいな。俺でもやっぱなんだろう、チキン、あ、ケンタッキーもいいんですけど、バーベキューソースとかの、なんだっけ、
ナゲットとか好き。マックね、シャカシャカチキンってあるじゃないですか。あれね、店内でシャカシャカするときちょっと恥ずかしくないですかあれ。俺結構なんか周り見ながらこうやってするタイプ。わかる人いない？店内でシャカシャカするときちょっと恥ずかしいっていう、ね、ちょっとだけ周りを気にしながら、なんだかシャカシャカをちょっと緩めるって、こうやって人がいるとね、いないときこうやってってするんですけど、うん、カニしゃぶした、すごっ、カニしゃぶ羨ましいな。クマさんわかる？本当？カニしゃぶってもうカニ剥いてあるんですよ多分ね。あれいいっすよね。俺カニ食べるのめんどくさいから、なんだっけ、こうなんか通販とかでたまにカニのやつやってるじゃないですか。あれぐらいちゃんと剥いてあるんだったらいいっすね。食いたくないっすよあんまり。なんかもうカニほじくってなんかあんま好きじゃないです。俺結構カニ食べる派っすね。あれ食うとしたらもう何年も食ってないな、カニ。手が汚れる。あ、むき身なんかね、手間かかりますね。一回カニ食べ放題行ったんです俺。なんかめっちゃもったいないって書かれた。いやー、あれ綺麗に食うの難しいよ。どんだけなんかなんていうの、細かくいかなあかんのっていう。焼きガニ、うん、カニチャーハンとかね。正月カニ、カニ一杯食べる。お餅食いてえな俺。餅ってマジ危険で、満腹感あんまないのに正直10個ぐらいいけるじゃないですか餅。でもご飯一杯分ぐらいのあれですもんね、カロリーっていうもんな。餅は食いたいんだよな俺。お雑煮あんま好きじゃないけど、そう、太ります。しゃぶ用でもカニ売り切れ。しゃぶ用でもカニ売り切れてんの？マジか。正月しかお餅食べ、何餅。いやもう俺はあれっすね、やっぱ磯辺、醤油と海苔でもきな粉も欲しいタイプ。きな粉と醤油の2色ですね。しょっぱいのとやっぱり甘いものでめちゃくちゃいいバランスになる。あー、スライス餅うまい。箸でつかめなくなるんですよねあれね、やりすぎるとね。わかるわ、しゃぶ餅ね。そうわかるわ、しゃぶ餅あるな俺。あれごまだれ派っすね。カニ鍋の締めに餅入れたい。カニと餅は相性あんま、いや行方不明になる。でたまに野菜に餅ひっついてる時あんねんな、あれ。なんか白菜とかに。鍋あるある。鍋あるあるね。だな、なんやろ。ナオイルさんメリークリスマス。うん、鍋あるあるやな。そう、あとポン酢が信じられんぐらい薄くなってる時ありますよね。クラゲの渡辺さんどちらか聞いてみたい。そうですね、結構前からフォローしてくれてますからね、マジで。クラゲさんその時だから敗者復活かなんかで見て、俺あこの人だと思って、ほんと何年か前やったんですけど、クリチキあざす、ハートミー、ありがとうございます。ナオリさん
ちなみに明日も配信はするつもりなんで、20時前後でやります。ね。ノラくんの激横動画だって。あ、ミミちゃんビビってました？あれ。なんか俺、結構ミミちゃんもやる気だったイメージなんですけど。明日も20時でやりますよ。わーいだって。ノラくん、ミミちゃんがね、不在の中、今日もね。あ、もう80分もやってんじゃん、俺。いや、80分でか、俺ちょっと早めにやったんですよ、今日ね。多分90分ぐらいやってると思う、すでに。いや、皆さんのね、おかげで、楽しく配信できたわ、クリスマス。ミミが頭、ミミのさ、あれか、ミミちゃんの頭をノラくんが踏んでるやつね。週末見れなかった。ああ、なるほど。土日はちょっとね、やっぱ難しいですね、なかなかやるのがね。9時まで仕事。ノラくんがミミちゃんに噛みついてるの怖かった。ああ。噛みつき猫の盛りね。日高屋。ああ、ノラくんの好きな日高屋ね。うん。そう。あれうまかったな、福神のニラそば。めっちゃうまかったな。俺、あれ結構好き。めちゃくちゃうまかった。あれ、やばいと思った。9時半から彼女が来るんでしょと予想しておきますやって。え、来るかな来るかな、もう夜更けだもんな、うん、来るかな。まあちょっとね、そういうね、なんかね、DM が最近ちょこちょこね、いただいて、はい、なんか、おはようございます。なんだっけ、今から家出ます、今お昼ご飯です、今仕事終わりました、帰宅しました、おやすみなさいっていうのを延々送ってくださる方もいるんですよはい、俺一回もそれ反応してないのに結構ね、そういうのもあるんでねはい、結構ね、そういうのも。でもまあ僕はそれ、なんか別に、なんやろ。ちょっとこうやって話せるネタにもなるし、面白いし、僕は結構ね、割とそれを迷惑的な風には思ってないんですよ。はい。モテ期だって。モテ期はまあ中2とかですね。はい、怖いだって。まあ、もしかしたら配信とかを見てくれてるかもしれないんで。豆っすね。はい。別に僕はなんかそんなに、なんか悪い人じゃないかなとは思ってますけど。誹謗中傷。いや、まあたまに、ミミちゃんに、ノラくんかわいそうだからやめてあげてとか、ぐらいかな。あと、なんだろう、最近飼い主出すぎじゃねとかぐらいかなぐらいっすね、はい、うん、ぐらい。別にそんななんかないっすよね、うん。こんばんはだった。あ、りょうたさん、ありがとうございます。ノラくん、あ、もう寝てますね。ノラくん寝てるわ。寝てる上で寝てます。ノラくんかわいそうは言ってるかも。えちゃんさん、メリークリスマス。スペルが違うけど。猫ちゃんたち、ね、
ゆみちゃんやめてあげてってコメント、私もよく見ますって。そう、あとなんだっけ、野良子ってひどくないっすかとか野良子ってひどくないですかみたいなまあよく、あ、まあ誹謗中傷ではないな別に。そう、今日ちょっと暖房つけてるんでね。ミミちゃんっすか。ミミちゃんずっとあんな感じ。はい、ミミちゃんはずっと様子を伺ってるんです。もう終始これは一貫してるんですよ。はい、そうっす。もう配信がね、多分なんだろう、なんか配信すると遠ざかるっていう、なんかあるじゃないですか、修正が。だからなんか様子を伺ってますね。みーちゃん拗ねてますって感じかな。みーちゃんね、あ、なんか90分過ぎたから休憩みたいな表示が出たな。そういうのあるやん。タムさんありがとうございます。え、これ拡大できるの？本当？ほんまや。あ、なんか招待状が送信されましたって出たんだけど、やべ、なんか俺変なとこ押しちゃったかもしれない。ゆみちゃん？ハテナマークだな、みーちゃん。ゆみちゃん、なんやって顔してるな、ゆみちゃん。ゆみちゃん、ゆみちゃん、メリークリスマス。ゆみちゃん、様子を伺っているな、ミミちゃん。ミミ、ミミ、2万くれって言われるだって。あ、ありがとうございます、フィンガーギフトありがとうございます。ガー、チョコありがとう、オリリンさん、チャンタさん、クリチキありがとう。うわ、ティファニー、あ、でもこれ拡大使えるな、結構。これやったらミミちゃんも映るもんね。悪魔さんありがとう、クリチキ、ベッカムさんありがとう、フィンガー、アヤさん猫の足ありがとうございます、ソフトクリームありがとう。ミミちゃん、クリティキ、メリークリスマス。あ、ミサさんだ。ユカさん、クリティキとメタクリさん、すげえ、10個もありがとうございます。ミミちゃん、いや配信終わったらもうご飯あげよう、もう一回。ごって何回も言っちゃってるから、あげような。何回も騙したらかわいそうってなるからな。よいしょ、戻すよ、よいしょ、戻します。タムさんすげえ、何これ、クリスマスツリーだって、すげえ。タムさんありがとうございます。期間限定のあれかな、ギフトかな。ありがとうございます、タムさん。すごい釣り。あ、9時半になったからあれか、終わるか。野良くん12、3歳ですよ、ね。あ、ツリーかわいいだってよいしょ。はい、というわけで皆様、メリークリスマスでございました。今日は長めに90分以上やりましたんでね、
本当に皆様最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日20時前後でやろうと思ってます。はい、というわけで、またね、平日は基本やるつもりなんで、メリクリでした。メリークリスマスでした、ね、またやります。ティファニーミミちゃんにお願いしますって。きついな。あずちゃおさん、あずちゃおさんってあれ、あずみさんかな、違うかな。また楽しみにしてます。ありがとうございます。タムさんありがとう、めっちゃ投げてくれて申し訳ない。ありがとうございました。また明日以降よろしくお願いします。メリークリスマス。あれ